はい、どうも皆さんこんばんは。ということで2月の13日土曜日の成長日記クロニクルをやっていこうかなと思います。この映像はですね、まだ3匹が一緒にいた時の未公開映像ですね。いや、可愛らしい寝顔してますね。寝顔どうしましょうかね。この成長日記クロニクルでは寝顔から発信するっていうのをもう決めているので、そうですね、どうしようかな。まあこのメスの2匹の子もゆくゆくはもう多分もうちょっとしたら独立するんですよ。1匹ずつになっていくと思いますので、そうね、その日の一番可愛かった子とか、なんかこのユニークだった寝顔とかの子を、その日の成長日記クロニクルの一番最初のオープニングにバンって持ってきましょうかね。それが面白そうですよね。はい、ということでやっていきましょう。今日は若干のソーシャルディスタンスを保ちながらやっていきたいなと思います。まあ、これは何でかっていうと、まあ単純に隣の子のご飯を食べないようにです。特に大した理由もなくやっているっていう感じなんですけども、いやー、寝ながら食べてるじゃないあなた。可愛いですね。なんかこれあるあるなんじゃないかな、うちの子だけかな。なんか大概ご飯を食べるとき、あ、起きてきたねオッティ。まだ名前決まってないんですけど、なんかオッティって呼んでるんですよ。この子はおとなしいからオトくんって言っててね、オッティなんですけど、まあまあまあ。あ、でもオッティは目開けながら食べるな。あるあるじゃないのかな、どうなんですかね。なんかもし何かあったら教えてほしいですね、コメントとかでね。はい、ということで、いや、オッティ可愛いな。もし名前全然変わるかもしれないですけどね。あら、意味ないじゃないソーシャルの。そう、人参ばっかりさ食べてたりとかすると、なくなっちゃうんですよね、この食べられてた子の方の人参が。だから栄養が偏っちゃうんで。あ、でもお互い様なんで。今日は、あ、そうか、今日はお互い様なんだね。まあまあまあ、ならいいか。どうしても人のご飯気になっちゃうんだね。まあでもこれもまああと数日でしょうから、まあ楽しい映像かなと思いますね。うん、あ、そうだ、今日メインの動画がね、まあちょっと今日出さなかったっていうか、お休みしたんですけど、まあ、最近ね、ミミコがちょっと脱毛があって、まあ、しばらく休ませてるんですよ。うん。蓋かけないようにしてるんですよ。だからね、まあ動画のネタがちょっと減ったりとかしてて、まあちょこちょこ、もしかしたらその5時の方は休むかもしれないんですけど、まあでも言っても毎日投稿してるので、その辺は、ご理解いただけると嬉しいかなと思います。まあでも多分、ミミコのその脱毛のこととかも、経過とかは動画にすると思います。どんなことがあるね。うん、まあでも女の子だからな。恥ずかしいかもしれないっていうのもあるんでね。なんて言ってね。はい、ということで、2月の13日土曜日の成長日記クロニクルを終わりたいと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またね、やっぱり最後までご視聴ありがとうございました。では、また。